理不尽な役員決めなど昔から続くスタイルに苦しむ人も少なくない PTA 経験者の中にはいっそのことやめてしまおうと思った人はいないのでしょうか絶対入らなきゃいけないってみんなから言われる圧がすごかったですね <laughs> 学校からの圧もそうでしたしなんか子供がいるから一回はやっておかないと、うん、PTA には 誰もが必ず入るものという印象が強く辞めるという発想自体なかったという人ばかりしかし今あまりの辛さに PTA を辞める決断をする人も出てきていますこれから先も同じようにあの病気のことを説明しなくちゃいけない家庭の事情を説明しなくちゃいけない 免除じゃないですけどそういうことをしてもらいたいっていうのを伝えなくちゃいけないのが本当に苦痛だったので大会した後のことの不安よりももう今の不安の方が勝ってたんでそれで大会しました愛知県内で働きながら三人の子供を育てる伊藤恵さんくじ引きで小学校の PTA の役員に選ばれましたが持病もあり 活動に参加できないことが続くと他の保護者から病気の説明を求められるいじめのような状態に PTA 自体から退会することを決めましたみんなも事情を持っているのに一人だけその病気を理由にしてやめるのは違うんじゃないみたいなことを言われて、はい、PTA 自体に私はもう不信感しかないので全国的にもう PTA は解散した方が いいと思ってます実はこうした PTA の大会者は増えつつありますようやく完全に PTA 大会できました通知を見たら PTA 回避引き落とされてなかった SNS に投稿された PTA やめたの報告ネットで PTA の不満が共有されるとともに 入らなくてもいい、やめられることが知られるようになってきたのですさらにこちらは PTA 大会マニュアルと名前がついたサイトなんですけれども悩んでいる人へ大会は難しくないと書かれていますえ引き止められた時の想定問答集のような記事もありますネットには PTA の大会方法を指南するサイトまで 大会届に理由は書かなくていい子どもへの不利益があれば教育委員会に相談など具体的なアドバイスが並びます。運営する男性に取材を申し込むと実は元 PTA 会長周りの PTA 関係者が大会をした保護者の子どもを差別しようとするのに嫌気がし大会希望者をサポートする活動を始めたといいます。 大会すると、卒業記念品が子供には渡せないよとか、あるいは登校班が多いですね、登校班に加えないとかですね、PTA からの圧力を受けてるとか、まあ、そういう方がたくさんいるのでですね、あのまあ、自分の体験が少しでも役に立てばとというところです調整ですやめれと大会しなさいとは言いませんけど、まあ、選択肢として持っておくといいと思うんです。 結成や加入に法律などの根拠はない親たちの任意の団体で本来は入退会自由ところが実態は大きく異なり子どもの入学と同時にすべての人が自動的強制的に入るといった状態が続いていましたしかしそのやり方にも限界が来ているのでしょうか東海テレビでは先月までに 名古屋、岐阜津野、私立小中学校の合わせて500余りの PTA の会長に宛てて活動や運営の状況を尋ねるアンケートを送りおよそ4割の PTA から協力を得ることができましたこのうち保護者の加入率について聞いたところ100%が加入しているとする PTA が47.2%と依然多く存在していることがわかります。 その一方でほぼ100%が加入など少数の控え員がいることを示す回答が35%余りおよそ1割やそれ以上の控え員がいると答える PTA も1割程度あるなど全員加入の前提が崩れつつあることも浮き彫りりとなりました。一人一人の保護者の選択の結果結果としてたまたま100%になったというのであればいいんですけど その有無も言わせずもう医師の,の確認しないでうちの学校の保護者は全員会員ですというふうにやってしまって100%の参加率になっているというのはこれは許されないいことだとだ思っています。PTA の問題に詳しい文化学園大学の加藤教授は東海テレビの調査結果について ここ数年の PTA の急激な変化を捉えたものだと指摘します今まで100%の加入が70になるってのはもうこれすぐ起こること、まあ、現に日本のいろんなところでは起こってますで70までいったらそれが50になるってのもうもう本当にすぐ起こるかもしれない、まあ、本当に地殻変動が起こったので今まで通りのやり方はもう到底通用しなくなるかなとこうした中 PTA の側も変化を迫られています。PTA 運営ガイドライン、これからの名古屋の PTA というものを作成しました。これは名古屋市立の小中学校の PTA で作る団体が、今月初めて取りまとめたガイドライン。入会申込書や大会届のひな形も盛り込み、自動的・強制的な加入をやめるよう促す内容で、 入大会自由を前提に入りたくなるような活動をと呼びかけています強制感を持ってやれてやらされてしまったみたいな思いを持っている方の声がやっぱり数多く聞こえてくるようなそんな時代になったので任意加入団体であるのは事実なのでそれを隠すことはしない 任意加入の団体なんだけれどもだけど一緒にやろうよっていうそういう持ってき方をしてほしいなと PTA を入退会自由にするとどうなるのでしょうか私たちのアンケートへの回答の中で最も低い加入率だったのが名古屋市緑区の大清水小 PTA ですこれまではほぼ100%の加入が続いていましたが去年の春、すべての保護者を対象に 入会医師の確認をしたところ、加入率は一気に65%に低下。加入しなくても一切不利益はないとしたため、保護者のおよそ3分の1が PTA に入らない判断をしました。入退会自由をめぐっては、他の PTA からも、加入率が低下し、PTA が成り立たなくなるのでは、などと心配する役員の声が数多く寄せられています。 そんな中、入大会自由をいち早く掲げ、活動を工夫しているのが、名古屋市昭和区の吹上小学校 PTA です。今の加入率はおよそ9割。実際にはこういったもの提出してもらう。逆に言うと、これを出してもらわないと PTA には入れない。ここ2、3年少し下がり気味なんですけど、ただ、 この任意加入だから下がったのかコロナで活動ができてないから下がったのかっていうのがちょっとわからない申込書を使った入会の意思確認を5年前から始めましたが全員加入を前提とした活動は続けられないと入大会自由と前後して導入したのが強制的な役員決めを廃止し活動ごとに参加規模を募るエントリー制です。 このき吹げ症も参加した PTA が親子で楽しめるブースを出す週末のイベント以前は PTA 役員になってしまった人を無理やり動員する雰囲気もあったといいますが今は強制は一切なしメールで会員全体に参加を呼びかけて集まった人だけで効率よく活動しています。昔その投票制だっった時も知てていてその後 あのエントリー制に変わってからのものも見ていて、うん、やっぱこの状態をずっとこのまま続けられたらいいよねと思ってる、そういうので、やっぱり手を挙げてくれる人がいるんじゃないかなという気はします。やりたい人がやりたいことをやり、人が集まらない活動はやめると割り切るのがエントリー制のスタイル。一旦入会した後大退会届を出した人も数人いますが、 全員参加でなくても困ることはないといいます大体、競技、忙しい人ばかり、暇な人なんかどこにもいないので、こんな活動をやってる場合じゃないのにっていうふうに言われちゃうと、逆に PTA の価値が下がってしまうんじゃないかと思います、任意加入の団体であのやってることも別に強制されてやることではない、だから、あとはアピールの仕方で、その入会率、だいぶ変わると思うんですけど。 まあ七割入ってれば合格なんじゃないのぐらいに思ってます。で、それが今それを十分上回っているので、あの皆さんとても理解して入会して協力してくれていてありがたいなというふうには思っています。